こんにちは、たまおです。今日のジャンク品はこちらです。アスロック Z690 エクストリーム Wi-Fi 6E インテル12世代の CPU に対応しています。最新のマザーボードになります。たまお、夏休みいただいておりました。今日はこちらのマザーボード修理していきたいと思います。 EFD のシールが貼られています。早速開けていきます。中身はこんな感じでした。開けます。マザーボードが入っておりました。なんだか金属のブラケットが入っています。ドライバーに配線止め、取扱説明書です。エクストリームって書いてあるキーボードのキーキャップついてました。あとは Wi-Fi アンテナと肩ケーブル等です。袋から取り出します。こちらですね。タイラップがまだ外されていません。保護シールも貼られていて、マザーボードを取り付けた跡がありません。こちら、どうも新品ジャンクみたいです。ソケットを開けていきます。ソケットの様子はこちらです。拡大していきます。ソケットはピン折れもなく、とても綺麗な状態です。CPU は G7400 つけていきます。準備ができました。作動確認したいと思います。電源オン。ランプはついています。電源オン。オン。ダメですね。ダメです。スイッチを押しても反応がありません。このマザーボード、直接 USB メモリーから BIOS アップデートできるみたいなので、こちら試してみます。ホームページのサポートから最新の BIOS 8.01 ありますね。こちらをダウンロードします。こちらに来ました。で、フラッシュバックというものをやってみようかと思います。ファイルをダウンロードして、ファイル名を creative.rom にしました。こちらの USB に挿して、BIOS ボタンを押すみたいです。点滅しています。点滅が続くはずなんですけれど、点灯になってしまいますね。ポートを変えてまたやってみます。ということでうまくいきません。BIOS フラッシュでの書き換えはできないみたいです。次は ROM ライターによる書き換えをしたいと思うんですけれど、こちら BIOS チップは 2.07 と書いてあります。ちょっと見にくいので、顕微鏡を使って確認していきます。MXIC の MX25L256736G。こちらの型式になるようです。でこちらのロムライター、CH341A で書き換えたいんですけれど、以前動画で作成したピンヘッダーツール、こちらを使ってもいいんですけれど、それでは楽しくないので、今日はこちらを使っていきます。IC チップ用のテストピンツールです。先端がこのようにバネになってて、チップに当たりやすくなっています。こうやって直接押し当てることができるんですけれど、このまま手で持ってるわけにはいかないので、爪楊枝を刺して、洗濯バサミですね。こんな感じで洗濯バサミで押さえつけました。あとはロムライターに挿します。BIOS ファイルの拡張子をビンファイルにしました。ディテクト。あ、しっかり読み込むことができました。まずは今のファイルがどんなものか読んでいきます。ピンはしっかりチップに接触しています。
とりあえずファイルは読み込むことができました。一応セーブしておきます。まずはブランクで消していきます。最新の BIOS を読み込みます。それでは書き込みます。最後にベリファイをします。ちょっとエラーが出てしまって、ベリファイができません。書き換わってるかもう一回見てみます。書き換えはうまくいってるようです。BIOS 書き換え後です。スイッチオン。やっぱり反応しません。こちらのロムライターではベリファイができなかったので、こちらの XG Pro でも書き換えを一回やってみたいと思います。XG Pro で書き換えます。まずは消していきます。フェックデバイス ID エラーが出ています。チェック ID のチェックを外しました。一回消します。リレースが終わりました。ブランクしていきます。ファイルを読み込みました。書き込んでいきます。書き込みが終わりました。最後にベリファイしていきます。ベリファイできますね。ベリファイも終わりました。XG Pro でロム書き後、サド確認します。電源、オン。ファンが回りました。どうでしょう。来ましたー。BIOS バージョンは 8.01 で最新になっています。OS 立ち上げたいと思います。Windows のインストールが終わりました。ほぼ新品だったので、Windows のライセンスは入っていませんでした。今回久しぶりにマザーボードを修理したんですが、結構楽しかったです。マザーボード修理は結構好きです。このマザーボードは9000円で購入しました。結構お得でした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。